っとっとっと。よっしゃ、とりあえず被覆を剥がすじゃん。被覆を剥がすじゃん。だいたいこんなもんだね。2センチか3センチ。剥がしゃいいんだよ。まあ、426S じゃあ定番ですね。マイクケーブル。今日本当はね、こんなことじゃなくても、動画編集しなきゃいけないんだけど、ちょっとやっぱ気になっちゃうんでね。をやっています。僕そんなに上手じゃないんで、ケーブルね、作るの。まあ参考にはならないと思いますけど、っていうのも、まあここの最近一気に機材をいろいろ増やしまして、っていうか更新、機材の更新をしてて、でマイク買ったんですよね。ゼンハイの MKE600 かな。まあ、割と、ガンマイクだと YouTuber 御用達のね、マイクですね。まあ、ロードだとやっぱね、ちょっと安っぽいんで、せめて、まあ、ゼンハイでも、一番ね、こう、グレードが低くても、なんかそういうので、いいかなと思ったんで、ゼンハイを買っちゃいました。まあ3万ぐらいですからね。まあ安いっちゃ安いですよ。長いこと使えるからね。で、とりあえず被覆が剥げたんで、このシールドをほどいていきますね。どうなんでしょうね。ピンセットとかだったらで外していく人もいるんだけど、こだわりないんで、とりあえずね、ちゃんと繋がってればいいわけだよ、ちゃんと。まあ、どこのご家庭にもある。XLR の、キャノンのコネクタですね。キャノンのコネクタ、オスとメス、両方あってよかった。まあね、だいたい普通のお家にはありますよ、こんなもの。普通のお家にはね。先に通すものを通しちゃわないと、後でめんどくさいんで。やっぱ、ほどく前に通すべきだなぁ、やっぱ。通した方がいいですよ、先にね。ちゃんと、皆さんは。僕は適当なので、こんな順番でやってますけど。よし。こっちも、ほどきまーす。まあ、ぶっちゃけて言うと、普通はこんなの買えばいいんですけどね、みんなは。まあ、うちは一般的なご家庭なので、こういったものも、常備してあるんで、作れるわけですよ。まあね、大体の人はね、作んないよね。買っちゃうよね、こんなのね。で、ほどけたら、まとめておきましょう。この覆ってるやつと糸がちょっと入ってるんで、糸は切っちゃいます。糸とこのなんか不織布みたいなやつね、まあ、チョキンと切っちゃいます。まあ、XLR キャノン端子っていうのは1番、2番、3番って3本ピンがあるんですけれど、ね、つける側からすると、まあ逆になるんですよね。で、1番がシールドで、2番がホット、3番がコールドなので、まあこれ間違えないようにしましょう。なので、1番が周りのシールド線。外側、2番が、まあ、青なら青。白なら白っていう感じで、自分でまあ決めてね、やればいいんじゃないかなと思います。とか言いつつ、まだ被覆を剥がしてないので、被覆も剥ぎまーす。こんな感じだね。
塩で束ねておいて、こっちも。まあ僕はハサミでやってますけど、一応まあ被覆いっぱいね、作る人は仕事とかでやってる人は被覆用の無垢用のね工具があったりとかするんで、そういうのをみんな使ってると思うんですけど、まあたまにやる人なんでハサミで十分ですね。で中のね線をちょん切んないように気をつけて、ちょっとずつでね、こんな感じでシースを剥がすと。はい、こうだね。はい、反対側も一緒。全部取れました。よし、そしたらハンダをしていこう。一応ね、乗っけておいて、もうこういう時はこうやってずっぽし、僕の場合は入れちゃいます。先にね、ずっぽし入れて、とりあえず乗っけると。そう、はい、いいかな。あと一個、イエス、オッケー、つながった。反対側。はい、で結局白が3番、青2番、青2番。はい、次はこいつオスだね。割とオスの方がやりやすかったような覚えが。1番、とりあえずハンダモリモリ。あんまり綺麗じゃないけど、いっか。 OK、 そしたらシースを止めましょう。試行して、こっちはメスなので、そうだね。あれ、はい、はい、反対側、オス側です。男の子です。で、切り欠きに合わせて入れます。こうです。シングを閉めて、出来上がりです。トゥワパパ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 パこれだ。XLR 端子で入力できるやつ。型番は後ほど。これだね。ゼンハイザーの MKE600。で、音が入れば OK だ。いや、めちゃめちゃいい長さ。さすがやね。さすがやで。それで、まあここにケーブルがないな、あるから、これで、あ、短、これで
どうですか？こんな感じよ。こんな感じ。はっはっは。チェックチェックテストです。ちゃんと触れてるわ。大丈夫だ。OK。ということで、XLR ケーブル、パッチケーブル作るだけの動画でした。はは。バイバイ。